こんにちは、速稼塾の久保です。今回ちょっとね、なんと言いますか、嘆かわしいと言っているのかどうなのか、ちょっと表現が複雑なんですけども、実はね、この時期になって、まあ夏のウォータースポーツをうちのね、大和くんと楽しめるところはないかなと思って、いろんなスポットを YouTube などで探していたんですよね。まあそうすると、サジスト機能っていうのがありまして、この動画を見たらどうですかみたいなんで、YouTube Japan がね、おすすめしてくれる動画があるんですよ。まあそれ何気なくクリックすると、ちょっとこれは複雑な思いがするものがありましたね。というのが、まあ、小学生の女の子が自撮りでですね、結構こう、際どいと言ったらいいのか、まあ、その子自身にはあんまり強い思いはないのかもしれませんけども、ここにずっと出てるでしょ。ここにずっと出てると思いますけども、こう、水着をローアングルで撮ったところを自分でですよ、なんかこう、撮影しながらいろいろ喋ったりとか、いろいろと、パフォーマンスしてるんですよね。で、おそらくこれは、お父さんお母さんのご自宅のご自身の一室だと思うんですけども、多分これご家族の方ご存知ないんじゃないかなと思うんですよ。で、小学生の女の子がね、まあこういう動画を出すことは別に違法でも何でもないとは思うんですけども、実際これはこういう表現をするのはいいんだろうかとかね、思うわけなんですよ。それであと、チャンネル登録者がそんなに多くないんですよ。私の半分ぐらいで、8000人もいないぐらいなんですよね。7000人ちょっとぐらいなんですよ。でも再生数10万とかっていう、このアンバランスがあって、要するに登録はしないけども、見に来る人はいる。もしくは、登録してる人が何回も何回も同じ動画をね、見ているっていうのはどちらかだと思うんですよ。で、動画を見る限り、残念ながらそのファッション性があるかとか、パフォーマンス性があるかとか、そこに気づきや、学びや面白さがあるかって言ったら、それはね、ないとは思うんですよ。まあ、全部見たわけではないんですけどもね。ただ、小学生の女の子が水着を着た状態で最初から出ていて、部屋の中でいろいろやっているみたいな。それをローアングルで、煽りで撮っているって感じなんで、見ようによってはね、ちょっと見ようによっては見えるような感じなんですよね。で、いや、自分のうちにね、娘がいて、自分の親の知らないところでこういうことされてると思うと気持ち悪いなと思うのと、こんなことをやってるようだったら、それは性犯罪に巻き込まれるわ、みたいに思うわけですよ。よくね、顔出しが怖いとかなんとかって、やっぱ言いますけども、こうやって私みたいにビジネスの話をしている限りは、別に怖いことは何もないですし、それこそね、コンビニのバイトなんて、毎日顔出しをしてリアルな人と接点を持ってるわけですから、そっちの方が怖いわって話なんですが、例外的に言うんだったら、こういうふうにね、YouTube で一方的に閲覧される立場。しかも、出演してる人が、まあ言ってみれば何も分かってないような、まだ子供のね、小学生の女の子で、で、しかも、ある一定の層には受けそうな、こう、格好を自ら、こう、晒している。しかもこれ他の動画も多分いろいろあると思うんですけども、ちょっと他の動画もね、見るのはちょっと見てないんですけども、嘆かわしいところが多いんじゃないかなと。まあ、つまりは、なんですかね。まあ、際どい格好ででんぐり返しをしてみたりとか、まあ、パジャマで出てみたりとかね、およそ部屋着みたいな、普通、一般の社会ではお見せしないようなね、そういう格好をしてアクセスを稼いでるんではなかろうかとかね、思うわけなんですよ。まあ、なんかそれがね、いい悪いとかはよくわかんないんですよ。もうその人その人が考えることであり、なんか別に私もね、YouTube の再生数で負け惜しも言ってるわけではないですからね。ただ、こういう子がいる限りは性犯罪はそれはなくならないわと。私いつもね、小学校とか中学校の先生が生徒さんをかどわかしてとかね、売春に誘ったりとかお金渡してどうこうっていうニュースを見てそれを動画にすることもあるんですけども、いや、これはね、女の子にも原因があるなと思いましたね。ひいてはその女の子を育てたお父さんお母さんに大いに責任と原因があるなと思いますよ。まあ、日々こういうふうなね、なんていうんですかね、まあ、ちょっとこう、見ようによってはこう、エッチな動画を子供に撮らせて、その子供が、惜しげもなくね、そういうのを出してるわけじゃないですか。それ、この子が多分中学生とか高校生になった時に、過去に自分がそうやってしまったことをね、まあ、デジタルタトゥーとか言いますけども、どういうふうに思うのかっていうことと、まあ私も男性の立場から言わせてもらって、こういうね、女の子と付き合いたいとは思わないですね。もう安っぽい。ヘドが出ると言いますかね。もうちょっとこう、リリスクあってほしいなと思いますし、女性には女性のね、地位を落とさないようなことをやってもらいたいなと思うんですが、そういう分別がつかないからこそやってしまうんだろうなとは思うんですよね。ですから分別がつかないっていうのはどういうことかっていうと、まあ仮にも小学校の、まあね、高学年
ぐらいになってくると、やっぱこう恥じらいとか自分の価値っていうのがわからないわけではないんで、お父さんお母さんがちゃんと教えてあげないといけないのかなとは思うんですよね。まあなんかこう妙なことを私の口からこんなこと言ってね、まあごく常識的なことを言うなっていうふうに言われそうですけども、これはね、なんか私もね、以前はいろんな思いがありましたけども、正直ね、今はね、子を持つ親の立場として、本当になんか、嘆かわしいなと。こういうふうなね、自分の身を安売りすることによって、目先のアクセスが欲しいのかなと、そういう価値観の人が、この幼い頃からこんだけね、表現してしまうような YouTube、 しかもこの YouTube チャンネル詳しくは見てませんけども、あまりにもあれなんで、なんかね、アカウントをなんで取れるんだというところもありますよね。誰かが取ったアカウントを入ってこの子に渡しちゃってるんだろうと思いますから、共犯と言いますかね、やっぱりこうある一定の年齢までは YouTube チャンネル作っちゃダメですよっていう規約、確か13歳までは YouTube チャンネル自分の持てないはずなんですよ。まあ、でもね、そんなこといくらでも捏造できたり人から貸したりもできるわけなんで、なんかな、それでいいのかなと思っちゃったんで、今回こういう動画にさせてもらいましたけどもね、一応ね、この女の子の URL は別につけときませんから、まあ、そういうのがあるよってことは、まあ、想像に難くないことだと思いますけども、これはあくまでも女の子が自分の未熟な判断で自分でやってることなんでね、しかも仕事でも何でもなくやってるわけですよ、これ自宅からね、まあ、こういう女の子がこれからも増えるんですかね。なんかね、まあ娘が生まれなくてよかったという気持ちになりますよ、こんなのね、なんかこう見てしまうと、はい、まあ、私なんかがこんなね常識的なことを言っておかしいとは思いますけども、ちょっとね、まあ今回どうしても止められない思いから動画にさせてもらいました。以上です。